およびアメリカ合衆国からヨーロッパ西岸にわたる大西洋の約9 8 4 0トルにわたる領域が含まれている。また、第2艦隊の実質的な運用範囲はこれだけにとどまらず、2008年7月1日にカリブ海および中南米海域における海軍部隊として第4艦隊が再創設されるまでは南米の大西洋岸および 中米西岸の一部でも運用されていたこともある。1943年創設の第7艦隊、1946年創設の第6艦隊に次ぐ歴史を有するナンバードフリートとして知られていたが、2011年9月30日をもって国防予算縮減に向けてのコスト削減などを理由として上級部隊である艦隊総軍に吸収。 解消される形で一時解散した。2018年5月4日、第二艦隊の再編成が発表された。2019年5月29日、第二艦隊が初期作戦能力を獲得したと発表された。2019年12月31日、第二艦隊が完全作戦能力を獲得したと発表された。 第2艦隊の起源は1945年の12月、第二次世界大戦後の海軍再編成における、マーク・ミッチャー中将を司令官とする第8艦隊の編成まで遡る。1947年1月、第8艦隊は、セカンドタスクフリートと解消された。3年後の1950年2月に、部隊は、US セカンドフリートと、再び解消された。 1962年10月、ジョン・エフ・ケネディ大統領は、キューバ危機において、第二艦隊を派遣し、臨検を実施させた。1ヶ月以上にわたり、第二艦隊は、キューバの北東で活動し、多くの船を停船させ禁止品の検査を行った。20年ほど後、ロナルド・レーガン大統領は、再び第二艦隊を、西インド諸島へ派遣したが、この時は、 グレナダ侵攻作戦で、グレナダへの侵攻を率いたものである。部隊を率いる上で、第2艦隊司令官は、第120統合任務部隊の司令官となり、空軍、陸軍、海軍、海兵隊から参加した部隊を指揮した。砂漠の盾作戦を呼び、砂漠の嵐作戦の際は、南西アジアに展開された、海軍艦艇の半数以上に、第2艦隊は、訓練を施した。 2005年までは第二艦隊司令官は大西洋打撃艦隊司令官として NATO の大西洋連合軍最高司令官の指揮下において常任の役割を与えられていた。NATO の大西洋における支配への攻撃を防ぎ、これを守ることを主な任務とする多国籍軍を大西洋打撃艦隊司令官は指揮した。大西洋における 正解権を確立し維持するという点で、大西洋打撃艦隊司令官の役割は、NATO の海における広報連絡船の保全を確かにすることであった。部隊を提供した国には、ベルギー、カナダ、デンマーク、ドイツ、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、イギリス、アメリカが含まれた。変革連合軍が編成され、また部隊設立の理由でもあったソビエト連邦の 脅威が全般的に消失したため、2005年2月22日、2005年6月24日に、大西洋打撃艦隊の中核は解体された。これは2006年に、コンバインド、ジョイント・オペレーションズ・フロム・ザ・シー、センター・オブ・エクセレンスという枠組みにとって変わられた。担当範囲2009年時点、第2艦隊司令官は、アメリカ艦隊総軍司令官のもと、 任命された、統合軍もしくは、連合軍司令官の支援を受けつつ、大西洋地域で、戦闘部隊の運用を計画し、また司令があれば、その実施を行う。第二艦隊司令官は、アメリカ艦隊総軍に所属する部隊の移動を指示、また運用を指揮することにより、運用対象となる、大西洋の支配地域における不足の事態に対する、 部隊運用上の準備を最善とするべく、計画的な洋上移動や、その他の指揮された特殊な運用を行う。第二艦隊司令官はまた、艦隊交流型の訓練を計画し、また指揮下となって、統合、連携訓練に参加する。戦時や、ある種の訓練の際、第二艦隊司令官は、第120統合任務部隊の司令官、すなわち、大西洋戦域における、 アメリカ統合戦力軍司令官の統合司令官の一人となる。この統合任務部隊には、以下から引き抜かれた部隊が含まれる、大西洋艦隊、陸軍の即応や防音ヘリ防音部隊、空軍の航空機と支援要員、海兵隊の水陸両用部隊、また時によっては、指名された沿岸警備隊の部隊。動員されると、第120統合任務部隊は、 統合戦力軍の担当地域全体にわたり、様々な突発的任務の遂行を受け持つ。第2艦隊は、カリブ海戦域におけるある、種の突発事態において、第140統合任務部隊として、同様に編成された部隊の指揮を任される場合がある。ネイビーリエスタブリッシュズ・ us フォース・フリート。2010年5月20日閲覧。 globalsecurity.org セカンドフリート2010年5月20日閲覧 US セカンドフリート2ディスエスタブリッシュセプテンバー30アメリカ海軍が発表したリリースネイビーリエスタブリッシュズ US セカンドフリート2フェイスロシアンスレッドプランコールズフォー250パーソンコマンドインノーフォーク ハット US セカンドフリートデクレアズイニシャル、オペレーショナル、ケーパビリティ、ハットセカンドフリートデクレアズフル、オペレーショナルケーパビリティ、ハット、ユナイテッドステーツセカンドフリート、2006年12月10日閲覧。ありがとうございます。